マリアです。メイです。ユナです。セリです。ベイラです。ユナです。ピンクだって TV 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画は先輩対後輩演技力対決。イエーイ。ということで4月といえば新学期今日のテーマは新学期好きな男の子どんだけ自然に話しかけられるかなっていう演技力対決です。ここで先輩と後輩に分かれまして、あの一人ずつ演技をしていくんですけど、どっちが良かったかな、どっちが良かったかな、どっちが良かったかなって言って勝敗を決めたいと思います。ちょっと恋というものを知らなくて分かんない、知らなくて、昔も知らなくて、あれ知らなくて、あれ知ってるんじゃん、知ってるじゃない、知ってそうだよね。ちょっと恋愛系みたいな感じなんですけど、皆さんキュンキュンしていただければなと思います。キュンキュンということで早速やっていきましょう。せーの、どうぞ。おはよう。春休みの宿題終わった？同じクラスになれて嬉しいな。なんか仲いい子と離れちゃったからさ、これから一緒に喋ろう。はい。あ、おはよう。久しぶり。春休みどっか行った？あ、ディズニー行ったの？え、何食べた？あ、チュロス？目を食べたいんだよね。なんかさ、春休みチュロス作ろうと思ったんだけどさ、焦がしちゃったから、ちょっとあんまりうまく作れなかった。え、あ、そうなの、うん、何乗った？あ、スプラッシュマウンテン？いいじゃん。え、てかさ、あの春休みのさ、なんか日記みたいなやつさ、終わってないんだけどさ、あれって毎日書かなきゃいけなかったよね。そうだよね。え、ちょっとだけパクらせてよ。怖っ。では第1回戦目勝敗を発表します。勝者はセリー。でも、短かったじゃないですか。一緒に喋ろ。おかしい。え？パクらせてよ。怖い。怖い。そうだね。パクらせてよか範囲かな。え、これ乗りやすいんですよ。残念です。ありがとうございます。はい。あ、おはよう。あのさ、あ、やっぱなんでもない。バイバイ。ボディタッチ作戦ですか？はい、そうです。おはよう。少し見ない間に髪の毛伸びたね。切った方がいいんじゃない？カバンの中にバリカンあるけど。第2回戦目勝者はマリア。バリカンの風に。それはだってもうね、あの好きな男の子に話しかけたいがために持ってきたんだもんね。すでに持ち歩いてる。準備がいい。準備がいい。ということで後輩チームに1点でございます。おはよう。隣になれてよかった席。あ、てか待って、今日さ時間割り体育あるよね。待って、ジャージ忘れたんやけど、ね、え、半袖でもいいの？じゃあ貸していいの？ありがとう、本当にありがとう。めっちゃいい匂いするね。ね、本当ありがとう。あざねえねえ、昼休み春休み何かした？
あ、たこ焼きパーティーしたの？あと柔軟剤変えた？めっちゃいい匂いになってるね。え、腹筋鍛えたの？触らせてもらってもいいかな？ちょっとさ、腹筋だけは触りたい。お願い。ね？あ、じゃあ分かった。明日の2時間目休み触らせて。よろしく。バイバイ。はい。ということで、3回戦目が終わりました。はい。これで、じゃあみんな入ろうかな。先輩チームと後輩チームの勝敗が決まります。今回の先輩対後輩演技力対決の勝者は、先輩です。後輩チームがなんかエンタメ系みたいな。確かに。キュンじゃなかった。でも今回はキュンだから。だから今回は。今回はキュンだし。エンタメ出ちゃったね。やった。面白かった。後輩チーム。めちゃめちゃ面白かった。やばいやばい。やばい。負けた。それは負けた。ごめん。ごめん。想像がなかったね。そんな出てくると思わなかった。でも本当理想詰め込んでね、もうこんな。されたい逆に。誰かして。待って、あいつ。あいつ、あいつ。皆さんも、キュンとしたし、めっちゃ笑ったんじゃないでしょうか。熱い。熱いね。熱いね。新学期好きな子がいて、新学期同じクラスになったら、ぜひ真似してね。バリカンやらなくてもいい。あ、ちなみに腹筋が触っていいよ。ごめん、いい匂いだね。やってみて、ぜひ。おすすめはい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。